お客様はあなたの対応に感激してくれることさえあります。だからできる営業マンはクレームを こんにちは。株式会社即決営業、営業コンサルタントの杉林です。日々の営業活動お疲れ様です。今回は営業マンにとって永遠のテーマとも言えるクレーム対応についてお話しします。クレームは貴重なご意見だと分かっていても、お客様にきつい言葉を浴びせられると心が折れそうになりますよね。特にクレームの原因があなただった場合、かなり精神的にもダメージを受けることになるでしょう。思わず、もうやめたいなぁと思ってしまうことがあるかもしれません。しかし実はクレームをチャンスに変える方法があるんです。クレームをチャンスに変えることができれば、ストレスが減るのはもちろん、業績アップにもつながる可能性があります。今回ご紹介する内容が、クレームに悩むあなたを救うヒントになれば、私も嬉しいです。あなたの営業人生をより良いものに変えていきましょう。では、早速始めていきます。即決営業。突然ですが、あなたは今から、不動産会社即決ホームの営業マンです。ある日、あなたが家を売ったお客様から次のような連絡が入りました。ドアの材質が思ってたのと違うみたいなんだけど。さあ、クレーム対応の入り口です。あなたはお客様に何と伝えますか？ドアの材質ですね。設計に確認して折り返し連絡入れます。この返答についてあなたはどう思いますか？話の内容もよくわからないし、こんなものかなと思った人も多いかもしれません。実はクレーム対応には業種に関わらず絶対に守るべきポイントがあります。今回の返答にはその大事なポイントが抜けてしまっています。何が抜けているのかもう分かりましたか？そうです、何日の何時までにという期日ですね。折り返し連絡するときはいつまでにという期日を伝えておくとお客様は安心します。クレームはあなたの信頼度をアップさせるチャンスです。あなたがどのようにクレーム対応するかによってお客様との信頼関係は大きく変わります。では続きを見ていきましょう。今からあなたはお客様にドアの取り替え工事スケジュールをお知らせします。次の3つのうちあなたはどれが一番お客様に喜ばれると思いますか？1、ドアを取り替えるまでに3ヶ月かかります。2、ドアを取り替えるまでに2週間かかります。3、ドアの取り替えは1週間以内に完了します。いかがですか？おそらくほとんどの人が3番を選んだのではないかなと思います。そしてその答えはズバリ正解です。納期はもちろん、メールの返信や電話連絡もお客様は早ければ早いほど安心します。他の業務もあって忙しい中、クレームをいただいてしまうと向き合うのが億劫になって、ついつい後回しにしてしまいますよね。あなたのその辛さはよーくわかっているつもりです。しかし、あなたがお客様の立場に立った時のことを想像してみてください。数日経っても折り返しの連絡がなかったり、想像を超える納期がかかったりして、歯切れの悪い営業マンと、その日のうちに折り返しの電話が来て、想像していたよりもずっと早く納品してくれて、こまめに連絡を取ってくれる営業マン。あなたなら、どちらの営業マンに担当してほしいと思いますか？答えは分かりきってますね。そしてあなたのお客様もきっと同じ答えを選ぶはずです。お客様は一刻も早く問題を解決したいという思いであなたに連絡を入れています。クレーム対応において速さは正義ということを覚えておきましょう。では、あなたに最後の質問です。ドアの取り替えが無事に完了しました。あなたは現場に行き、間違いなく工事が終わっていることを確認しました。さあ、今からあなたは何をしますか？次の3つの中から選んでください。1、お気に入りの喫茶店でコーヒーを飲む。2、すぐに会社に戻って別の仕事を始める。3、お客様にドアの取り替え工事が完了しましたと報告する。あなたは何番を選びましたか？それでは正解を発表しますね。今回の正解は3番です。対応が終わってほっとした瞬間はつい、よし、完了。早速次の仕事に向かうぞ。次の現場に向かいたくなります。フットワークの軽い人なら2番を選択したかもしれませんね。しかしお客様に安心していただくまでがクレーム対応です。最後まで気を抜いてはいけません。ドアの取り替え無事に完了しましたか？と
お客様から連絡が来る前にこちらから連絡を入れましょう。きっとお客様も対応が早くて助かったと喜んでくれますよ。クレーム対応は素早さと豆な連絡が全てと言っても過言ではありません。素早さと豆な連絡を徹底すればお客様はあなたの対応に感激してくれることさえあります。だからできる営業マンはクレームをチャンスと捉えることができるのです。ところでお客様があなたにクレームを言うのはなぜなんでしょうか？あなたが憎いから、それとも社会への不満をぶつけたいから、もしかしたらただ文句を言って、憂さを晴らしたいだけの人もいるかもしれません。しかしほとんどの場合そうではなく、あなたに言えば何とかしてくれるとあなたのことを信じてくれているからなのです。本当に無能な営業マンにはお客様から連絡さえありません。連絡するだけ時間の無駄と思われているからです。クレームが来るということは営業マンとしてのあなたを頼りにしている証拠でもあります。どうか自信を失わず誠実に対応してください。あなたが素早さとまめな連絡を徹底すればお客様は今まで以上にあなたを信頼してくれるはずです。クレームをチャンスに変えて、あなたが担当者でよかったと思ってくれる営業マンになりましょう。即決営業。それでは今回のまとめです。今回はクレームをチャンスに変える方法について解説しました。お客様にとって対応の速さは熱意そのものです。素早さとまめな連絡を徹底してお客様のさらなる信頼を獲得しましょう。大丈夫、あなたはちゃんと頼りにされています。お客様があなたにクレームを言うのはあなたなら何とかしてくれると信じているからです。素早さとまめな連絡を忘れず自信を持って対応してくださいね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。